どうしよう、何にしよう。迷うな。炭火焼き。ちなみにお昼は食べてない？お昼はそら豆食べた。え、どうしよう。え、そうだね、でもちょっとお腹は空いてて、うわ、悩む。次で甘いもの食べるつもりだからしょっぱいのにしようかな。アーモンドグラニータめちゃめちゃうまそう。え、でもアーモンドグラニータ、アーモンドグラニータ食べてみてよ。私も食べるから、食べれなかったらもうちゃん。うまそう。ブラックムッシュとアイサーわあ、おいしそう。超おいしそうじゃん。はい、いただきます。どう？美味しい、美味しいけど、これは大人？何？アイス？わかんない、溶けなそう、なんか溶けなそう、ジェラート。ブラックムッシュいただきます。あチーズ？チーズとホワイトソース。あ、ホワイトソースか。ブラックペッパーのビールって美味しいです。あら、お口についてかわいいこと。何より、かわいいこと。パンが美味しい。うん、近くにパン屋さん、テイクアウトだけのお店もあります。大好きなレモンパイのお店です。本日分のレモンパイ完成。ペリカンもさっき ね、買えなかったんですよ。残念、また来ます。まあ予約できるからさ、ここ。あ、そうなんだ、うん、予約してんだ。じゃあ違う、天然酵母。ないのか。あ、でもちょっとあるよ、カンパーニュとか豆乳パンとか。あ、カンパーニュちょっと大きいね。卵サンドとか豆乳パン。素敵だね。魚肉ソーセージ。見たいとこがいっぱいあるわ。あ、しかもランチもやってるんだね。同じお店？そうじゃない？とんかつちゃんと700円って結構ちゃんとした値段。とんかつ単品ってこと？テイクアウトで？テイクアウト。うん、確かに。これじゃね？ほら、これだわ。信用できないナビだな。残ってる？ランチもあるんだね。ドーナツはありませんでした。ちょっと早く来たらドーナツか。そうだね。また早い時間に行きましょう。おいしい？うん、うん、うん、もこ。おいしいね、チョコ。チョコフランスと何買ったんだっけ？あ、なんか、その入ったか。カルナモンロール。カルナモンロール。カルナモンロールいただきます。あ、なんかね、甘いのかな？意外とベトベトする。なんか結構お食事と合うのかと思ったけど甘い。なんか硬そうだけど、硬めなシナモンロールみたいな感じ。あ、シナモンの味するんだ。すっごい上品な味。ちょっと食べてみ。食べたい。うん、ね、ジンジャー効いてる。おいしい。
多分サラーモンだけじゃないと思う。スパイスは結構。うん、スパイスは。バクバクされちゃう。日本の赤チェックが可愛い。これね。うん、もっと硬いかと思った、見た目的に。ハード系じゃない。何系？それはリッチなパンですね。リッチなパンです。バターや乳製品が多いリッチなパンです。3級取ったんで、パンシェルジュ。そうだ、さすがまいちゃん。パンシェルジュ検定3級。美味しいです。あれだね、なんだっけ、文房具屋さんだね。素敵。いや、蔵前お散歩楽しいな。ここもおすすめです。食器とかとても素敵です。着きました。I scroll down the Insta page, saw a picture that I didn't want to see. You had his hand around your waist and a smile on your face like the way you look at me. It was only 8 months ago. ベスト、ほうじ茶のテリーヌと、チーズケーキ？うん、ガバージュ。ケーキガバージュ。プリンとオレグラッセ、ブレンドです。あ、それって混ぜないで飲むの？混ぜてもいいし、あの本当はさ、ストローじゃなくてこうやって飲むと半分ずつ入ってきて、はい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 、ストロー、この容器が珍しいかも。まずは半々で飲んで、美味しい。プリン、かわいい。プリン、美味しさ。いくよ。あ、固い。あ、いいね、固いプリン。美味しそう。いただきます。美味しい。スタンダードな、これこれってやつ。うまーい。うん、店内も可愛いし最高ね、店内ワーコーリーの。多分森っていうか、あのお菓子の型だと思うんだよね。お菓子の型。そうそう、昔のお菓子の型だと思うんだよね。あの宿とかはなんか、これは違うだろう、ね。けどあのこういうやつとかは多分お菓子の型だ。クッキーとか。ねー、やっぱり店内の雰囲気がいいと嬉しいね。なんかインテリア大好きだからね。この机ミンチにあるみたいな机じゃありがとう、お茶しよう。ほうじ茶のテリーヌ食べてください。なんか結構色が濃いね、ほうじ茶。確かになんかショコラみたいな。どう？うまい。中身薄いけどさ、顔芸で飲んでたよ。食レポ言ってんだねーな。うん、前も言ってみて。でもなんかいいね、注意してそう。うん、うん、この甘さがこのちょっと深めのコーヒーとちょうど合う。ちょっと腹立つんだけど今日じゃん。何かしてたの。中身の薄いから顔毛で。めっちゃほうじ茶わかる。美味しい、美味しい。静けきも言ってよ。断面美だわ。スタンダード。ストレートな美味しさいいよね。小細工しない感じの。うん、なんか無駄なもの使ってないですよみたいな。甘さ控えめかも。うんうん、いいね。
はい、そんな感じで蔵前をお散歩してみました。コーヒー屋さんとかパン屋さんとか結構ちっちゃくていいお店がたくさんあるので、あの陶器のお店とかも多いです。ちょっと今日は3時集合だったので全然回れなかったり、お店に、もうパン屋さんが閉まっちゃってたりとかいっぱいあったんですけど、おすすめのところをいろいろ行ってみたので皆さんもよかったら行ってみてください。見てくれてありがとうございます。バイバーイ。But old boyfriends still scare me. They all got a little bit of history with you. Even when you try to tell me, I got no real reason.